シルクファミリーの桐生です。今日はちょっと変わった靴下を3人でご紹介いたします。はい、スタッフ松田とこれを作っている工場の方です。はい、いつもありがとうございます。すま名前はシルクコットン、すっきりリブ靴下全然違うんだよね。これ、ね、どこが違うって言うとま、はい、るっきり裏返してる感じ <laughs> ね。で、なんで裏返したんでしょうか？<laughs> えー、リブ靴下は？えー さは内側がどうしても架線になっちゃうので、うん、そしたらもう完全に裏返してまあ言ったらこういうふうにして作るのが普通の靴下なんですね。でもこれだと外側がシルクとコットンになってて内側がどうしてもねこの底が特になんですがあのになっちゃうんですよで底ってやっぱシルクとかね天然繊維をこう置きたいじゃないですか。うん そしたら、ね、裏返したらええやん」って <laughs> 提案しちゃいました <laughs>、はい、何の話かと分かんなくて最初「はい、できませんそういうのは」いろいろやってんけど「いやここ縫うのん変えたらだけちゃうん」<laughs> あそれならできます」っていうことで,、はい、で先縫いをね、はい、あの逆にしてやっていただいてまあ普通の一般の靴下屋さんでは絶対やらないよね。うん、やらないいですねですね、うん、普通はは、ねうん、靴下はこれっていう風に、まあ 決ままってるので、はい、まあいわばこっちの形ですよねこの形って決まってるので,で,で裏返してはしないんだけど、はい、履き心地とかはもう絶対ね、はい、あの裏返してみたらめっちゃ気持ちいいんですよ。な、うん、滑らか,です,、ね、滑らかすごく本当に。で見かけもそんなにね別にあのこだわらなくっても、うん、で外側が下線になってて内側が天然繊維になっています。で伸びがいいんだよね、はい ちょっとこの辺で一回レーナさん試してみてください伸び方 <laughs>、はい、こんな感じね、うん、伸びるよね、うん、全体にすごくねあっほだ足底も伸びて、はい、そしてまあ例えばこの足の人すごいでっかい、はい、25.5、はい、であのご本指の方なんですよこのこの <laughs> で中に例えばアンゼリカの長いのを履いてそして重ねて履いたりしています これでもすごい気持ちよさそうにあのゆったりはけてるので、はい、であのうちの松田がちょっと考えたんですが冷えとりアンゼリカセットこちらのね、はい、短,いの短いアンゼリカ絹 <laughs> <ひ>100%ご本人靴下こちらをねあのまあ、うん、正直なところ彼女は入社した時長くはきませんでした。はい <laughs> で私はまあ別に何も言わないんですが、はい、本人が「ゆっくりゆっくり絹ールご褒美美美人だったら履けるようになりました」とかで「最近はもうこれが一番お気に入りなんだよね」でこれと例えばこれとセットにしたいというのがあの彼女の希望で出てきましてそして「ヒートリアンゼリカセット」っていうのが今回できました。セットで2枚セットで1350円税込みです。<laughs> でこれ一足だったらまあ八百二十円なんですよ。でもいい靴下だよね。あの怖い顔になってんで、はい、普通に <laughs> いつもね <laughs> めっちゃ面白いんですけどね。ね手,手間かけてもらった靴下やって言ってね、そうですね。持ってました。<laughs> しかもこれ、はい、あのすごい本当に先ほどおっしゃった通りあの柔らかく仕上がってる。柔らかいよね。あ<の>、うん、本当に履いて回った時の滑らかさこれはもう、ね、気持ちいいって言ってた。はい あのヨッシーもさっき一緒に <laughs> いいですねこれって履いてないみたいってね言ってたあのいつもめっちゃ面白いんですけどね、はいはい、動画撮ると顔がこわが固まるんですねはいそうですね時々注意しないと固まったままなっちゃうのででもねあの本当にいいいいよね、はい、でパンプスでも履けちゃうぐらいそうですね薄手なのねこちらまあかかと高いパンプスちょっとねしんどいけど、うん 普通のパンプスでちょっと余裕があればもうあのこのセットでも開けるぐらいスルリってしてますのでスッキリリブというだけやってねでお色はいろいろディープグリーンブルーグレイン黒ベージュレッドアップルまあ5色揃えてくれてね、はい、ありがとうございます <laughs> シルクもだいぶ使ったしね,ね大変だと思いますけど、はい、まあこれからもまたお世話になっていきますので。 よろしくお願いします。今日はこれで終わります。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。失礼いたします。